熊の。うどんも。いわきの妹、こと。小名浜一人暮らしです。私は。福島県いわき市に暮らす。人より。ちょっと。お船が大好きな。普通の女の子。さて、今日私は。いわきからはるばる。ここ。横須賀港に遠征しに来ております。わあ、すっごい機関砲だね。一体どんな港町なのでしょうか。なんかいいことないかな。なんか楽しいことないかな。それでは今日もやってまいりましょう。Shall we? Go! Everybody! なに?あれ?ピラミッドかなーと思ったら、あれ?自衛隊のお船じゃない。あたしね、この日ね、電車で横須賀駅まで来たんだけども、駅を降りた瞬間ね、あのピラミッドが見えて、ちょっと目を疑ったわ。じゃあ、あのピラミッド、なんてお船なんでしょうか。ん?なになに?最上型護衛艦、熊野。あ、熊野っていうお船なんだね。持ち主さんはもちろん、海上自衛隊。出身は、ここ、横浜県横須賀市。用途は護衛艦。私初めて見たかも、護衛艦。ほらほら見て見て、あのピラミッド。あれ何かなと思ったらアンテナなんだって。あのアンテナで他のお船のね、レーダーに映らないようにするステルス船なんだって。うわ、すごくない？でね、今までさ、お船見てきたけども、こんなカクカクしてるの初めて見たんだ。なんでこんなカクカクしてるのかな、ポリゴンかなと思ったら、ヘリコプターをね、格納するスペースを持ってるから、ああいったね、大きなスペースを確保してるお船の作りになってるんだね。ほら、あっちにもいかにも強そうなお船が止まっているね。でもなんでここ横須賀にこんな海上自衛隊の立派な基地がね、出来上がったんでしょうか。こちら、紐解いていくと、今ね、私が撮っている公園、ベルニー公園って言うんだけども、そこにね、ヒントが隠されていました。このベルニー公園のベルニーっていうのは、ベルニーさん、フランスから来たね、技術者。ベルニーさんから撮ってるんだって。ほら見て、あの潜水艦初めて見たよ。んでね、そのベルニーさんが、ここ日本にね、やってきて、こんなね、鉄を加工する機械を作ったんだって。この機械を使って、鉄をね、バンバン加工して、いろんなお船や港、水道、建築物、要は日本の近代化の礎を築いた人がこのベルニーさんって言うんだね。あ、そうだったんだ。ここ日本はずっと鎖国してきたんだけども、開国して外国の技術を取り入れて発展してきたんだね。いかがでしたでしょうか。今日はいつもと変わって、いわきから横須賀までやってきた私。そこでお会いすることができたお船は、最上型護衛艦、熊野でした。すごいね。
港町が変わるだけでこんなに景色の雰囲気が変わるんだね。びっくりです。今日もお兄ちゃんからたくさんのメッセージが届いてるよ。紹介していくね。最初のお兄ちゃん、ユーザー HT さん、俺もいわき、俺もいわき、私もいわき、一緒だね。次のお兄ちゃん、アイウェオ489さん、昨日アクアマリン福島行ってこの動画出てきたから、いわきってめっちゃびっくりした。ほんと、あなたの動画のおすすめに私の動画載ってきた。お邪魔します。はい、次のお姉ちゃん、アミさん、いわき踊り振り付けがめっちゃ楽しそう。楽しいよ。実際ね、踊ってみるとなんだかふわふわしてきて、どこにでも飛べそうな気持ちになるよ。今日も最後まで見てくれたあなたが大大大大大好き。また次回もお楽しみにね。また見てよね。約束だよ。バーイ。お兄さん、こちら手のなる方へ。 VIP ルームでおもてなし。あなたも第二の小名浜一人暮らしになりませんか。私のこのチャンネルは元はね、いわきを 120% 楽しみたいってところからスタートしたんだけれども、だんだん私お船のことが大好きになっちゃって、小名浜港だけでは物足りなくなってきちゃったの。だってだって、ここ日本は島国でしょ。海に囲まれてるってことでしょ。まだまだ私の見たことのないお船がいっぱいあるってことを想像するとうずうずが止まらないんだ。そこで画面の向こうのお船が大好きなお友達、あなたが暮らす町にはどんなお船が到着してるかな。そのお船のこと、もっと多くの人に伝えてみない。というわけで、あなたの町に来ている大好きなお船の動画をお待ちしております。もしかしたらあなたの撮った動画がYouTube の作品になるかもよ。次の小名浜一人暮らしはあなただ。詳しくは概要欄の LINE アットに連絡してね。連絡待ってるよ。小名浜一人暮らしファースト写真集メルカリにて販売中。詳しくは概要欄のリンクから飛んできてね。ねえねえお兄ちゃん、ついに私のチャンネルはメンバーシップを開設したよ。メンバーシップの種類は3つ。1つ目はメヒカリコース。こちらは絵文字が使えるよ。続いて2つ目はサンマコース。コメントの優先返信をするよ。そして3つ目はカツオコース。限定動画を見られるよ。メンバーシップで得られる収益はすべて小名浜ゆめ貯金に積み立てられます。それじゃお兄ちゃん、あたしと一緒に夢を叶えちゃおう。お兄ちゃんのご参加を心からお待ちしております。受付は概要欄で。
いわきから世界へ。どうも、小名浜一人暮らしこと、小名人の夢貯金。いつも私の動画を見てくれているお兄ちゃんたち、今日も私の動画を見てくれてどうもありがとう。お兄ちゃんたちの応援のおかげで、私のチャンネルは見事 YouTube の収益化に成功したの。本当に本当にありがとう。さてさて、このチャンネルで収益して得られるお金は全部私のポケットマネーになるの？ノンノンノン。私にはどうしてもやり遂げたい夢があるの。それはね、海外で暮らしてみたいって夢なの。なになに、そんなの無理、バカみたいな夢だって、そんなのできっこないよって。でもでも、ちょっと振り返ってみてごらん。ちょうど1年前、私が YouTube を始めた時、誰も私が YouTube の収益化に成功するなんて思わなかったよね。それと同じように、私はこのバカみたいな夢を本気で叶えてみたいの。いや、絶対に叶えるの。それじゃあ、そんな夢を叶えるために何が必要かって、それはね、そう、マネー、マネーでございます。海外一人暮らしに挑戦するには、ざっくり15万円貯める必要があるんだ。そこで、今後の私たちの資金作りの作戦タイム。資金作りをする方法は大きく3つあるよ。まずは1つ目、 YouTube の収益化で得られるお金は毎月自動的に資金として積み立てていくよ。次に2つ目、このチャンネルのメンバーシップを開設するよ。こちらは今準備中なんだけども、メンバーシップ加入者の方々には限定動画を見られるようにしたいと思ってるんだ。開設準備ができたらまた改めてお知らせするから、ぜひお兄ちゃんたち入ってよね。そして最後の3つ目は、スーパースタンクス。これは一つ一つの私の動画に対して支援できる YouTube の仕組みなんだよね。以上の3つが私とお兄ちゃんが夢を叶えるためのご支援方法になるよ。その他、今まで通りペイペイやアマギフでも直接ご支援いただくことも大歓迎です。あなたなりのご支援の方法で一緒に夢を叶えちゃおう。それじゃあ、今後は動画の最後に私の貯金額を公開していくから、ぜひぜひ積極的に応援してほしいな。お兄ちゃんたち、私が貯金を使い込まないかしっかり見張っておいてよね。ここまで付き合ってくれたあなたが大好きです。それでは次の動画でお会いしましょう。私と一緒にいわきから世界へ飛び出そう。バイバイ。それはね、物価がリーズナブルなところと、日本では見られない食材や文化、人との交流をして生きてみたいの。もちろんタイでの暮らしも YouTube からお届けするわ。これを聞いてなんだかワクワクしてこない？そこでみんなにお願い、一度タイへ視察旅行してみたいんだ。じゃあ具体的にいくら必要か軽く計算してみると、ざっくり約15万円貯める必要があるんだ。今のところ私の貯金は5000円。というわけで、あなたの力を少しでいいから私に分けてくれないかしら。ご支援はダイレクトメール、もし
詳しくは概要欄に。